ワシントン淳州は、1853年2月8日から1889年11月11日まで、存在したアメリカ合衆国の自治的領域、すなわち淳州である。その領域は、オレゴン淳州の領域からコロンビア川の北と、コロンビア川の東は、北緯46度線の北で区切られた範囲となった。淳州を創設するための法案の書稿では、 コロンビア準州と名付けられていたが、ジョージ・ワシントンを称える名前が、ケンタッキー州選出のアメリカ合衆国会議員、リチャード・ h スタントンから提案された。準州とは、オリンピアとされ、初代準州知事は、アイザック・スティーブンスだった。準州の初めの領域には、現在のワシントン州と共に、アイダホ州北部とモンタナ州の大陸分水海から、西の部分が含まれていた。 1859年のオレゴン州の州昇格と、共に、オレゴン巡州の東側の部分、すなわち現在のアイダホ州南部とワイオミング州の大陸分水海から西の部分を呼び、モンタナ州、ラバリ郡の小さな領域がワシントン巡州に付設された。1863年、スネーク川と、成型117度線より、 東の領域が新しく創設された間保順州に組み入れられ、現在のワシントン州の領域と同じになった。ワシントン順州は1889年11月11日にアメリカ合衆国42番目の州として加盟を認められた。ありがとうございます。